どうも、パズドラ究極攻略 TV をご覧の皆様、こんにちは、こすけです、先日は、ね、昨日はい、ニコ生なんとか、ノーコンクリアできて、村井監督のもと、はい、村井ジャパンでしたね、本当に、はい、はい、リレー形式でね、なんとかね全ユーザーの皆様に玉ドラ5個と魔法石5個を、配布できるようになりました。よかったです。貢献できてよかったです。なんとか足を引っ張らないと。もう本当に最後ね、皆さんのねこう繋いでくれたところを潰さなくて本当によかった。もう私ももう緊張してました。あ、父さんとかも意外と緊張してるって言ってましたよね、はい、前に座った時全員緊張してましたね。っていうかよく考えればなんですけど、サンダルフォン以来なんですよ、あのアイガンフォン公式でパズルやるのが。あ、僕も父さんも理事長なんて多分初めてだったんじゃないですかね、公式だと。そうかもしれないですね、はい。なんでまあ皆さん結構ね緊張してた中、放送だったんですけれども、はい、いい結果で終われてよかったです。そうですね、はい、はい、で今回はなんですけれども、トト&ソティスコーリン、の、超地獄級のを、一応僕今周回パーティーが2つございまして、はい、こっちじゃない、これねリーダーが闇島になっちゃってるんですけど、これ緑正月です。で、このパンドラなんですけど、このパンドラは、あれですね、あの一番ちょっとそこまで速度的には緑諸骨に及ばないものの万能です、はい、基本的に万能濃厚できます。ではまずパティのご紹介から、はい、リーダー、ハクパンドラで、サブアオソニア、うん、でハク、これね297振ろうか相当悩んでる、まあ、振るんですけど 今振るべきかどうかみたいな。おで半蔵で、もう一枚半蔵、こちらね究極進化して、なんで究極進化してないんだっていうコメントがね、あったんですけども、うんうん、めんどくさいからです。以上、めんどくさい、めんどくさいからです。それ以上でもそれ以下でもございません。でフレンドのパンドラでございます、はい、では挑戦していきます、はい、まずね、緑諸葛のダメなところというかウィークポイントとして、ここで虹の番人が出てくるともう そっと諦めるを押すっていうコースが、はい、先生攻撃がないから。そうなんですよ、ね、先生がないときつい、ね、はい、はい、その通り、先生がないからです。おっと、今日フィルム変えたんすよ、マオさん。俺めっちゃ新品ピッカピカですね。 0.15mm 本当にガラス、ガラスです、うん、ペンとの相性ね、バッチリ。めっちゃ滑る。で、ワンフラーは半蔵の変換に通していくんですけど、今光で、なおかつ、盤面めっちゃ闇あるので、うんうんうん、変換いらないですね。オッケー、はい、これで一応ね18個消し含む 2,3 コンボで、あ、3コンボぐらいで確実にどんな敵も倒せるんですけど、万人はすごい、はい、確か、まあ、光なら多分1コンボでも十分倒せるんじゃないかな。まあ、ちょっとそんな冒険しませんか。うん、はい、また闇いっぱい落ちてきましたね。いっぱい来ましたね、うん、なんかで、ニクロアメ、グリフォンさんなんですけど、ここ一応今の盤面なら OK なんですけど、パンダラと半蔵の変換を2枚駆使して突破していくんですけど、もし盤面が本当に絶望的にひどい時は、あえてバインドを食らって、防御体制じゃないですけど、月消しで回復のバインドを解消させます。バインド回復を使って、はい、なるほどなるほど、パンドラがね持ってるんで6ターンまでなら OK です、うん、まあ、そんな緊急事態になることはないと思うんですけど、はい、はい、はい、では、ここは、パンドラと、半蔵の変換を使って、84で一応倒せるんですけど、86で消せそうですね。で86で消します。おお、がっつり回復も突破ですね。うん、あ、このグリフォン落ちます。進化後で、はい、進化コード落ちるんですよ。究極進化前で落ちます。で、ここのチェイサーも落ちます。たまに、こっちがたまに、まだグリフォンの方が落ちます。うん、ここはそう、ドロップ率低いんですよ。で、こっちはこっち、さっき使った半蔵がいい感じにたまり直すまでここで軽く耐久します。まあ、だいたいマイナス 1,2 ぐらいでいいですね。まあ、そこまでもいらないかもしれないですけど、しかも今回運がいいことに闇のチェイサーなので、はい、闇を作ってくれます。ですので、これちょっとお分かりしましょう、チェイサーと。早い。はい、さらば。
いいやつだった、うん、いいやつだったありがとう、チェイさん。落ちてもいいよ。はい、あいいやつだった。で、ここのが防御力90万、はい、そうですね、なんですけれども貫通させます。普通だったら与えてきま、1で与えて倒しますよね。もしくは固定ダメージでスパゴーンっつか、じゃのーっつって、どっちかなんですけど、あっさりと、はい、まあ、この先の攻略というか流れにもあるんです、の影響もあるんですけど、まずこれをヒドロップいっぱい落とさせやくします。落としやすくして、あえて、はい、ここではそうです。で、半蔵の変換を有効活用します。火を消さないように、火と闇を消さないように、よし、うお、で、ここで、ここでなんですけど、86で、86の3コンボで貫通します。あ、すっげー消した。うん、はい、貫通。うわ、86とか84でもいいのかな、はい、でも列の方が属性が多いからな。多分84で消しても半蔵の2体攻撃が 1.5 倍かかっても多分貫通しないな。どっちだろう、するかもしんないです、わかんないですけど。はい、ここはあの青ソニア使っていきます。ジンで、はい、あ、いい盤面ですね。ええ子や、はい、こんな感じで、あーっ、格好になってない、まあ、多分いけるんじゃないですか多分いける、多分おおおちょっと焦ってた、よかった、お中途半端に残すとあれ来るんですよ、あの封印体制来て 40% しか積んでないので。なるほどなるほど、リーダーフレンドのパンドラでちょっと危ねえ。で、これ使います。あ、今流行りのハクハンズで、今ドロップが 1,2,3,4,5,6,7,8、 え、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個ですね。10個か、うん、10個だと333でもいいんですけど、あの1233、あのチェンジ・ザ・ワールドの形、はいはい、形式で、うん、か、まあ落とし込み込みのやつですかね。コンボが必要ですもんね。そうなんですよ、うん、で、まあ今回はどうしようかしら。10個ですよ、水が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個なんで、一応再火力配置目指しましょうか。お、最大火力、最大火力はどうか分かんないんですけど、英雄神、まあコンボが結構乗りやすいんですよ、結構乗るんで、あのすごい便利なんですよね。10だと一番下の左端に水1列、うん、で2段3段目の左とこか、まあ、ピョッポッと1個あって、そこからピーッと3個3個3個からの1個下から2だと、こうここで4つ使って下で3個で2段目に L 字というかちょっとした L 字使って1個ポコポコンと入ってちょっ作れるかな俺普通に何の、小細工もしなかったら普通に、333って分割するんですけどそれだといつも通りすぎるので、どんどんいきます、はい、ここからですかね。ここからが一番作りやすそう。こうしてどっちから先に作ろう。いきまーす、はい、お、できた、オッケー、素晴らしい、できた綺麗激アみたいな感じで素晴らしい、
超地獄級とは思えない華麗な攻略でしたね。ただですけど今いい具合に、はい、あの水と闇の、バランスが良かったじゃないですか、うんうん、もしダメなら吐くため直しです。あーなるほど。いい盤面が出るまでは、はい、もう耐えて、あれですね、もうとりあえず、まあ、はただパンドラが防御耐性みたいなところもありまして、あと回復力もめっちゃ高いので、うん、あのまあまあいけます、十分耐久できるんですけど、まあ9ターン溜め直さないといけないところがありますので、うん、まあぜひあおなしです、いい盤面おなしです、いい盤面ね、もしくはね、こんなあの白半蔵冒険せずにパンドラ半蔵でいい盤面が作るのであれば、そっちをね、優先した方がいいかもしれませんね。なるほど、はい、以上でございます、はい、ご視聴ありがとうございました。なんとか、こんな感じで周回しております。すごい、じゃあバイバイ、バイバイ、どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。スマホの方は動画概要欄のリンクからチャンネル登録を